ジワ、ランダムトーリングカード、缶バッジ、関係推理ステッカーセット15枚入り、とカードセット。スイモモです。トワイスの最新ニュースが届いたので紹介します。まずはトワイスジャパン5周年記念の公式サイトができました。マースの皆様のおかげをもちまして、2022年3月21日、マースジャパン5周年を迎えることになりました。これからもトワイス&スタッフ一同、マースの皆様のご期待に添えるよう努力いたします。マースジャパン5周年感謝コメントとして、ムービーがありますね。マースジャパン会員の方とモバイルで分かれています。ダブル会員はどちらも見れますね。そしてプレゼント。ダブル会員限定プレゼントが9名様に。ということで、メンバー制作マースジャパン5周年お祝いフラワーボックスというのがありますね。メンバーが花の位置や、あとは種類を考えてくれて、それが9名様に当たるみたいですね。ももちゃんはピンクがたくさんありますね。あと紫もちょっと入ってますね。ダブル会員の方はこちらの応募するボタンから応募できます。そして、全会員プレゼント、こちらが、すごい !351 名様。2017年から2022年、メンバーサインソロプラライド。351って、量が言えつない。こちらも、マースジャパン会員の方、マースジャパンモバイル会員の方、こちらも応募できます。ダブル会員の方は、2回応募できるんですかね。そして応募期間は3月21日から5月21日、2ヶ月後ですね。今回2017年からということで TWICE の日本デビューの年ですね。なので結構すごい昔のビジュなどもあると思うので届いたらすごい嬉しいですね、昔のビジュ。そしてポラロイドのサイズは最近ポラロイドミニになったと思うんですけど、前のちょっとでかいワイドもありますね。ワイド、ミニ2種類があってサイズは選べません。そしてスペシャルとしてカウントダウン企画もあるそうです。こちらはまだ詳しく公開されていなかったので情報を待ちましょう。そしてマースジャパン5周年記念としてグッズも発表されました。ランチバッグとベイビーラブリーズぬいぐるみバッジ。こちらは FC 会員のみのグッズになってます。ぬいぐるみバッジのサータンだけおしゃぶり加えてます。なんでだろう。他にもメンバーそれぞれ口の形が違いますね。続いて、ハッシュタグ4のグッズも発表されました。ジワ。ランダムトーリングカード、缶バッジ、関係推理ステッカーセット15枚入り、フットカードセット10枚入り、ビッグ缶バッジ、ポケット付きノート、ランダムピンバッジ、シュシュ、ガラスボール。ウチャーはピンクのビジュで、B1 のビジュですね。そして缶バッジは A と通常版のビジュ。結構ちゃんとピンクとっていうの水色ってビジュがちゃんと平等にグッズ化されてます。そしてランダムトレーディングカードが全50種類で、追加特典として27名様に直筆サインインスタント写真をプレゼント。こちらのビジュが何があるんです、サインティストしかわかんない。あ、私の好きなお団子のビジュがあるぞ。ももちゃん楽しみですね。そしてトワイスインジャパンオフィシャルグッズが4月1日に発表されます。こちらもワールドツアーのグッズですね。ジャパンバージョンが発表されるということで、もうすぐですね。でもちょっと楽しみですね。5周年記念とハッシュタグトワイス4のグッズはもう購入することができます。5周年記念のグッズは FC 会員のみ限定の発売なので、マースジャパンからしか買えないんですけど、ハッシュタグトワイス4は FC 会員とかそういうのは関係ないので、JYP オンライン、マースジャパン、どちらとも買えます。
私はいつも通り1は缶バッジのももちゃん、そしてカードセット、こちらいつもだいたい買ってて、あとランダムトレーディングカードも何枚か買いたいなって思ってます。届いたらまた開封動画出すのでぜひ見てください。発送はワースジャパンの方は4月中旬頃ですね。JYP オンラインも同じで4月中旬以降のお届けですね。私はいつも JYP オンラインで届く方が早いので、今回こちらで購入してみようかなと考えております。はい、ワースジャパン5周年記念としていろいろなニュースがありました。皆さん最後まで見てくださりありがとうございます。また新情報が出たら動画にしたいなと思っているので、ぜひチャンネル登録してない方はしてくださって嬉しいです。それではバイバーイ。